皆さんこんにちは、スペシャル製品レポート。今回はパナソニックの2台のカメラを、私岡野はじめと、そしてこのカメラをいろいろとテストしていただいた、今村カメラマンの2人でいろいろ見てみたいなと思います、はい、よろしくお願いします。まず2台ということなんですが、はい、HDC の TM350、はい、こちらですね、小さい方のカメラですね、はい、それと AGHMC の45、はい、こちらですね、こちらですね、はい、この2台は、まあ、ベースが同じというふうに私聞いてるんですけども、そうですね、はい、フル HD の、MOS センサー、これを、3枚使いまして、うん、RGB で、うん、というようなセンサーを2つ使いまして、あとレンズが、ライカ品質のディコマというレンズを使っているという、うん、なるほど、その2つをベースに、こちら350の方は家庭用として、うん、こっちの45の方は、業務用としてチューニングされてる機械と。なるほど。まずこの350の方なんですが、はい、特徴的な部分というかどんな感じなんでしょうか。まず重さが非常に軽いと。これはまあ SD カメラの特有でもあるんですが、はいはいはい、この軽さっていうのは非常にも家庭用としては重宝されるかなと思うんですが、あとはこのグリップというか下まで指が回りますよね。そうですね、そのホールド感っていうのもなかなか魅力だと思いますね。まあ、これはちょっと持ち方の部分なんですが、まあ、こちらはまあ、要するに業務用で、あの業務用としては小型カメラよりは大きいですけれども、うんうん、あの HDV ですとかの中型カメラよりは、はいはい、まあ、一回り二回りかなくらい小さいという程よい大きさだと思いますね。じゃあちょっとこう細かいところに入っていくんですけども、はい、業務用の一つのカメラマンがよく言う話で、スタートがこうすぐにしてほしいというのがありますよね。そうですね、ありますんでね、いわゆるそのレックをしてからのレスポンスですよね、うん、これまあメモリーカメラの特徴でもあるんでしょうけども、使ってみてどうでしたか。いやもう、でも一言で言えばクイックレスポンスですね、うん、もう押した瞬間に撮り始められるという、うん、もうこれに関してはもう本当にこの SD の記録の MCHD のカメラのもう特徴が存分に生かされている、うん、それともう一つフォーカスが、まあ、もちろんオートフォーカスの場合ですが、変わった合わせ方をするという聞いてるんですか。そうですね、こちらの4号、業務用としては、まあ、液晶がまずタッチパネルというのがありまして、そこで、タッチオートフォーカス機能が今回ついております。これ業務用としては非常に珍しい機能で、液晶のタッチパネルの中でピントの合わせたい場所に触れると、そこにフォーカスが合うと、非常に便利な機能でして、もうハイビジョン化になってからプロのカメラマンに要求されるフォーカスのストレスっていうのはかなり大きいんですけれども、この機能はねかなり使えると思います。それとまあ一つ私こうパッと見てこれ特徴なんですけど、まあ、当然といえば当然ですが、こちらの面に全ての機能がはい、集中してますよね、この辺のボタンの使いやすさとかその辺はどうでした。いや、そのインターフェースは非常に評判いいですね。ものすごく評判が良くて僕も感触が良かった。このアイリスのリングなんです、ダイヤルなんですが、そうですね、回していただけるとクリック感がないですよね。カチカチという、はいはいはい、で非常に滑らかに段階っていう感じじゃないですよね。あの連続可変で、変わってくれる、これ非常にプロユースとして使えるというアイリスになってます。今ちょっと端々に出てるんですが、今村さんは今回あのいろんなお仲間とか、あのプロのカメラマンの方による意見を聞いたという聞いているんですけども、そうですね、どういった意見が出てましたでしょうか。まあ、こちらのカメラを中心に聞いたんですけれども、まずパッと持ってみて、バランスがいい、すごくバランスがいい、前後のバランスがいいということで、例えば密着同行取材とかの場合に、こう歩いてる被写体に向かってこうワンハンドで、でこっちでタッチパネルで、いわゆる肩乗せでなくても、やっぱり前後のバランスっていうのは、カメラマン気にするということですね。そうですね、それはものすごく評判良かったですね。はい、他にどういうお話が出ましたでしょうか。まあ、一番のところというのは、AVC-HD という企画ですよね。はいはい、まあ、今プロの現場ではまだ浸透していないので、それに関しての抵抗はあるんだが、まあ、カメラでちょっと撮ってみて、その液晶でプレビューしてみた限りは画質とも、また機能、このカメラの重さ、そういうのも総合してもすごく使い勝手がいいということで、その、AVC-HD のフォーマットが浸透しさえすれば、これはもうポスト HDV カメラなんじゃないかというような意見も出てましたね。少しこちらの小型カメラの方も
ちょっとご紹介いただきたいんですが、こちらのカメラはどういった特徴がありますか？そうですね、はい、こちらはですね、まあ、パナソニックの家庭用のカメラとしてはずっと技術が培ってきてます、はいはい、おまかせ IA モードという、ここに IA というボタンあるんです、はい、ここをピッと押しますと、はい、何も考えずにここでレックボタンを押せば、逆光であろうがパッと人物になろうが風景であろうが、まあ、最適な環境をカメラが勝手に判断してオートで撮影させてくれる、非常にビギナーズライク、あの家庭向きな機能が入っております。まあ、あの普通とは逆なんですが、この業務用の方を使ってみて、逆にこちらを使ってみて何か気づいたことってありますか？まずこの2機種の機能の中でこちらにしかついてない機能、ビギナーズライクな機能のもう一つとして、追っかけフォーカスという機能があるんですよ。これはその追っかけたい被写体を液晶パネルでポッとタッチしますと、その被写体にをずっと追っかけてくれて、フォーカスやアイリスを合わせ続けてくれて、しかもそのターゲットロックのその精度がかなり良くてですね、あの被写体がほんの一瞬でしたらフレームアウトしてもスッと戻ってくればまたそこをターゲットにしてくれるというぐらい。今度は逆にですけども、この家庭用カメラにはなくて、業務用ならではの画質の機能の部分というのはいかがですか？これがですね、あの業務用、のカメラとしては、P2 カメラですとかって、かなり高級な機種にしかついていなかった、DRS モードというのが入っていまして、これダイナミックレンジストレッチャーという機能なんですが、例えばあの明暗が激しい絵の場合ですね、コントラストが激しい、コントラストが激しい場合に、白は白飛びを抑え、黒は黒つぶれを抑えて撮影してくれるモードがありまして、それがあのこの機種には入っておりまして、非常に効果が出ます。その他に、まあ、これ特徴的なのはこのグリップといいますか、この持ち手の部分なんですが、この持ち手の部分はこれ当然取り外して使うこともできるわけですね。そうですね、これは簡単に取り外すことができまして、非常にコンパクトな感じになります。でかつこれを取り付けると、まあ、この音声部分が装着されるということですけども。そうですね、こちらの、ユニットはいわゆるプロのオーディオレベルに耐えれる、キャノンのマイク入力がある、マイクの入力になります。わかりました。それでは、ちょっとまとめに入りたいと思うんですが、まあ、同じメーカーの同門対決という意味で、まず業務仕事の立場から見て、この2台のカメラってどうですか？そうですね、まあ、正直業務用として考えると350というのはなかなか選択には行きづらいんですが、なるほど。ただあの画質的にはどちらも見劣りしないものがありますので、例えば何か無人の固定のカメラですとか、目立ちたくないカメラを置くような場合ですと非常に使えると思います。じゃあ逆にですね、パパに戻っていただいて、ご家庭で使う場合に2台あったとしましょう。あ、はいはい、そちらの視点から言うとこの2台はどうなりますかね？そうですね、もうこの350はもうベターなモデルでしょう。これは軽さといい、取り回しといい、またメニューの分かりやすさといい、もうそのおまかせ IA の機能ですとか、追っかけフォーカスの機能ですとかも含めまして、もう家庭用としては全く問題ないと思います。もうす非常に優れです。ただこちらのカメラも、まあ、一見こう大きく見えますけれども、実際にこれで僕子供撮りましたけれども、全然なしな大きさじゃない、逆にありかな。なので例えば家庭で使う場合には、こちらレジャーですとか、そういったものではこちらを持っていただいて、パパママで持ち替えをしながらね。でただこちらに関しては、例えばイベントものですね、僕の、子供の場合ですと、今後お遊戯会ですとか、そういったものがある場合は、まあ、お遊戯会っていうのは後ろにこう三脚を立てている、パパ用のビデオエリアというのがあったりします、ああいったところでこうしっかり撮ろうと思っているようなビデオパパにはすごく適したものだと思いますね。じゃあ家庭用の視点からいくと、どちらもありだなと。ありですね、いうことですね。はい、わかりました。今日はですね、プロのカメラマンでありながら家庭では、お子様を撮ってらっしゃるパパでもあるという両方のお立場からですね、2台のこのパナソニックのカメラを、レポートいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。